東京都によりますと、今日新たに感染が確認されたのは118人で、1日あたりの感染者数としては初めて100人を超え、過去最多となりました。これまでの感染者数は東京都だけで891人に上ります。都内では昨日の時点で704人が入院していますが、新たに判明した分が加わると。 東京都がこれまでに確保していた750の病床数を上回る可能性があります東京都は週明けにも軽症や無症状の感染者を宿泊施設に移動させ病床数の確保を目指す方針です また富山県では新たに感染が確認された50代の男性が富山市内のライブハウスソウルパワーの経営者として先月22日にアイドルのミニライブを開催していたことが分かり新たなクラスター感染の発生が懸念されています。FNN ののまとめでではきょう全国で新たに168人の感染が確認されているほか 岐阜県では先月22日に感染が確認された70代の男性が死亡しました。